はい。せーの、皆さんこんばんは、むけなです。はい、ということで、はい、今回は久しぶりにこういう系やるんですけれども、インスタで、聞いてみたーっていうやつです聞いてみたーってやつですで、今回は、男子側に聞きましたので、女子の皆さん必見っていう感じで、はいはい、男子のみんなが女子だけにしちゃう行動、早速見ていきましょう。はい、じゃあうちからいい？うん、どうぞ。目で追いかけちゃう。一番多かった。多かった。なんか男子もやるんだっていう感じはちょっとした。そうだね。なんか女子はなんかこう目で追っちゃうみたいな、こうなんかイメージあるじゃん、うんうん、でも男子も目で追っちゃうんだっていう。やばいね。しかもその中で、あの本当に可愛すぎて、あの本当に笑っちゃったやつがあるんですけど、はい、一回好きな女の子見すぎて信号無視しそうになった。もうめっちゃもう漫画だよね。可愛い。可愛いじゃん。いいね。みんな見てるんだなっていう感じ。用もないのに好きな子のクラスに。あ、来てた。来てた。なんかさ、わかるもん。っていうか、あの土佐兄弟さんのあるあるで絶対見たんよ、うちそんなの。なんか、あいつ見たみたいな。どこ行ったか知ってるみたいなさ。どうでもいいことだね。それでしょ。ストーリーをどのタイミングで見てるかちょくちょく確認しちゃう。え、それ男子もやってんの？え、そうって思った。私これ女子特有だと思ってたっていうか、うん、女子でしか聞いたことない。意外とこのインスタ系多くて、オンラインモード確認しちゃって。 あったうちも。あったよね。いや、わかるよ。このさ、ストーリーを上げてからこの閲覧を見て、うん、あ、見たとか気になっちゃうよね。気になっちゃうよね。なんかそのストーリーをその人のためだけに上げたりとか、ね、あげる。全然してたよね。全然してた。これ可愛いなって思ったやつなんだけど、うん、プリント渡す時とかにわからないくらいの得点をつけるようにしてます。綺麗なやつとか。だからこの子はちょっとした分かんないくらいの得点をつけたって、だから一番綺麗なプリントをその子に渡すとかはするんだって。可愛い。可愛くない？私もこれにやけてしまって、この子と付き合ったら絶対幸せと思った。でもだから、まあ要はちょっと特別扱いというか、その子になんかしてあげたいってなっちゃうんだろうね。でも別に付き合ってるとかでもないから、できる最大限がプリントだったんだ。女子はでもその感じなくない？多分ないね。だからなんかね、その感じ可愛いなと思って。これも可愛いんだけど、はい、消しゴム貸してと言うらしいです。かっこ小学生いとこに聞きました。消しゴム貸してっていうのが好きな子にするアピールなの。かわいい。無理。少しでもこう関わりたいんだね。かわいいね。かわいい。無理。前輪見ちゃう。前輪繋がってんの？え、だからそれさ、すごくない？そりゃ好きな人の前輪は見るでしょ。でも繋がってでもさ、結構な、すごくない？ね、すごい恥ずかしくない？好きな人に自分の場所バレるのも。焼肉ライブとか行ってたらどうしよう、自分一人で。嫌やろ。全員見られてるらしい。繋がってんの？すごいね。すごい。あ、これ作詞だなって感じなんだけど、うん、インスタのアーカイブにあえていいね。すごくない？結構これはもうバチバチにすごない？あー、そこのアピールの仕方もあるんだ。でも確かに意識するよな。確かに確かに確かに。あと、これ結構リアルなのかもって思ったやつなんだけど、うん、彼氏がいる体で話すっていうやつがあって、だから、うん、相手に対して、え、でもこんな2人で遊んだりとかしたら彼氏さんとか怒らないとかって言うってことでしょ。でも確かにやっぱ自分がいいって思ってる相手だから、付き合ってる人がいてもおかしくないよねっていう体だし。なるほどね。だし逆に本当にどうでもいい人だったら、うん、あ、彼氏とかいないのって普通に聞くじゃん、別に、うんうんうん、でもなんか自分を守りたい意味も込めて、うん、いるよって言われたら嫌だから、こっちからいる前提で話しといて、え、いないよって言われたら、あ、いないんだで嬉しい。なんかこれガチリアルかもって思った。リアルで、それでさ、え、いるかと思ってましたっていうのもさ、相手は言われたら嬉しくない？そうだね、うん、でも多分これちょっと学生寄りじゃないのかな、もしかしたらと思う。学生だったらさ、もう噂回るから知ってるじゃん、うん、そうね、うん、うちらぐらいじゃない、うちらぐらいなのかなって思うんだけど、うん、これリアルって思った。リアル。好きな子の近くで声を大きくしてしまうことですね。あるあるよな。え、だから女子はさ、そういうのなくない？好きな人の前で声を大きくするの。確かに。逆にちっちゃくしない？うん、見てほしいってことかな。見てほしいみたいな、うん、で大きい声出してプラスこうチラッと見る。だからその好きな子がいるクラスに用もなく来るっていうのと合わせて、おい、なんとかみたいな感じで入ってきたら、もういる、絶対いる。で、そいつの目線追ってたら分かる、多分分かる、分かる、見るんだよ、その後に。なんとかみたいな、お前さ、やめろよみたいな感じで、こういう子に限って結構大人しめ好きだったりするね。本当にそうで、高嶺の花とか行きがち。そう、めっちゃわかんの。痛いよね。痛い痛い。でもね、これは本当にあるんだっていうやつ、小バカにする。でもさ、これでも結構あったの、いじっちゃうとか、ね、
てたバカにしちゃうとか、うん、逆に冷たくしちゃうとか。でもそうよく言うじゃん、小学生の時とかもさ、男の子は好きな子に意地悪したくなるだけだからみたいな言うじゃん。その時はさ、何それみたいな、そんなわけないじゃんって感じだったけどさ、うん、本当にそうだよね。本当になんで、なんでその心理を知りたいね。これ照れなのかな。あー照れなのかな、うん、これ怖っていうのが一個あったんだよね。もらったもの全部残しておく、差し入れでアクエリもらったんだけど空のペットボトル残してる怖っ。これ特殊タイプです。これ全員じゃないです相当だから、あんまり話したりとかもできないんだろうね、そのこと。あー確かに確かに、そう気をつけて逃げて逃げて逃げて、あんまりふざけれない。なるほどと思って、なんかやっぱふざける系の男子とかも好きな子の前なんか、うん、あ、おはようみたいな、なんかちょっとなんかふざけれない感じ想像できたの。ね、つまんなくなっちゃうっていうのが来てた、うん、いつもの調子が出せないんだろうね、うん、相手のこと何でも褒めちゃう。あー好きだ。だからさっきのちょっとバカにしちゃうとかの反対バージョン。反対だね。しかもそれがさ、例えばさ、うん、女子にしか共感してもらえないような部分、髪色、ネイルとかそういう部分褒められたらもううちも結構来ちゃう。だよね。しかもうち的に思うのは、高校の時とかってそういうバカにしたりする男子が多いじゃん、じゃなく逆に褒めれる人って少ないのよ。絶対モテると思う。絶対モテるわ。うわこれいいな。うちが男に負けたら絶対その手法でいく。来世は。そうしてください、ね、そうじゃない、うん、好きな子のプリは好きあれば一日に何回も見てる、可愛すぎてどんなことでもやる気がマックス。あのお姉さん可愛いね可愛いね。え、てかシンプルに私こういうの大好きなの、すごい嬉しい。うん、すごい嬉しい、うち、うん、あって、うちもインスタの投稿とかその人が写ってるの何回も見返しちゃう。待って、うちもそういうの来てた。え、そんなのさ、可愛いっていうかもうなんかやばいよね。あ、あとなんかね、その子が写ってる SNS の写真僕は結構スクショしちゃうみたいな。やったことある？ちなみに。え、あるでしょ。え、ないの？あるよね。これ全員全人類あるよストーリーとかさ消えちゃうから、そうストーリー消しなきゃみたいな画面収録したことある終わった。ごめん、あるある特に多いのが、うん、やっぱ男の子って自分を載せることは少ないから、友達が載せてるストーリーでその好きな子のなんか言動とかが、うわ待って今何みたいななって、すみません、はい、お願いしますって言って画面収録するわけだ。めっちゃわかる。遊びに行く予定をバンバン入れる、うん、授業中絶対に寝ない、ちゃんとしてるアピールやばないこれ。あでもさ、女子ってさ行事をちゃんとやってくれない子が嫌だとかもあるじゃん。あるあるある。だからなんかやっぱり授業中に音楽聴いてることが嫌いだったし、うち、はいはいはい、ゲームやってることも嫌いだったし、うん、なんかその感じをちょっと聞いたとかなんじゃないね、かな。女子のその感じを見てて、うん、ちゃんとしてよみたいな遊びに行く予定をバンバン入れる、これは結構あれだね、その子に対して行動してるやつだ ね、 そ, うだね、うん、それできるのもすごいし、うん、でそういうなんか表向きのアピールもちゃんとしつつ授業中に寝ないっていうすごい控えめなアピール、超可愛いね。いつ伝わるのよそのアピールはじゃあちょっと私の最後、はい、これね、どうなの、お酒飲んだ後電話かけちゃうこれだって討論本じゃん、ね、学生ではない、うん、うちらの代ぐらいに、うん、ドンピシャで。でもさ、本当に好きな人だったらかけれる？その関係性によるんだよ、そうだね、だから結局そうだ、ね、普段からもう電話をしたことがあったらかけれるよ、うん、そりゃそうだ、ね、普段から友達とよく電話する人なのかとかにもよるけど、うん、脈ありかもしれない行動ですね、うん、ラスト。一緒に歩いてる時にわざと手とか当ててしまう。えっ、わざと？もうやめわざとすごいね。え、でもなんか女子のボディタッチってよく言われるけど男子も意外としますって。あーその一部じゃない、ちょっとどう意識させようとしてんだ。あでもねこれすごいいいと思うっていうか、うん、正直頭ポンポンとかなんかこう手引かれるとかよりもその感じの方が意識するかもさ。確かに確かに、意識度高くなっちゃう。しかもそれ何今のなんか今キモかった人いた意識度高くなっちゃう。なんていうの、触れたら何かしら当たったなとかは考えるじゃん。でこっちは考えてんのに逆に当ててきたあっちはなんかさらっとしてたら、あれ私だけこんなこと考えてんの、うん、とかありそう。ずるい人。こんな感じでした。キュンキュンしちゃった。いやキュンキュンしちゃった、なんか普通に。女子のみんなもし参考になるのあったら、あれ
あれうちかなみたいな、みたいな感じでやってみてくださいということで、今回は男子が好きな子だけにしちゃう行動っていうのを募集してみました。協力してくれた男子の皆様ありがとうございま す。よく恋のインスタで募集してるので、あのよかったら皆さんご協力お願いします。ということで次の動画も見てね。せーの、おやすみ。